クラブチャンピオンシップポーカーナイツオブラウンド2015第2戦が終わりました。はい、終わりましたね。はい、現在我々は新宿某所カラオケボックスに来ております。はい、ナイツオブラウンド主催のマサシロです。解説担当のマッシュです。はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回行われたナイツブランド、まあ、いよいよ3戦のうちの2戦が終了というタイミングでですね、はい、まあ、参加チームが今回の結果で5チーム加わって、はい、現在10チームが決勝へと、はい、かぶりはなかったんですか。ですね、今回はちょっとかぶりがありましたので1つ繰り下げで、はい、まあ、なるほど、そういうことですね。はい、せっかくカラオケに来て歌を歌わない絵っていうのを撮って何が楽しいのかっていうところではあるので、はい、はい、終わりじゃあハンド1番。はい、グラインドは1500、3000、アンティーク500ですね。はい、はい、でボタンはボタンはシートのカズマさんですね。そうですね、カズマさんです。で、はい、SB が JPB さん。はい、でボタンレイザーですね。ボタンからレイザーが入りました。うん、で1万3000円かな。でそれに JPB さんもオーレインで、合わせて後ろにいるノリさんもオーレインですね。はい、これでこうなってきて、そうですね、まあ、レイザーのカズマさんが悩んでる状態。カズマさんはチップ持ってるんで、まあ、全然スチールに行ける。そうですね。ただ2名のオールインが来るっていうのはここで予想できたかっていうところはどうでしょうね。もしかしたら、JPB さんのオールインは受けるつもりでいたのかもしれないんですけれども、はい、まあ、ノリさんのオールインさらに入っちゃったんで、ちょっとなるほど、そこまでは予想してなかったのかな。そうですよね。一人だったら相手できるっていうところなのかな。ちなみにこの時点で、はい、カズマさんは悩んでるのが悩むんですよね。なるほど。この状況だとどうですかね。うん、3ベイに行くには、うん、まあそもそもなんだろうな、あのレイズした時に、はい、まあ、決められるかなと思っていて、まあ、あんまり時間かけて悩むところじゃないのかなと思って、降りる時はもうすごい降りだったらいいかな。さあ、ここで JPB さん、はい、キングジャックで、ノリさんがエースキングです。まあ、そうですね、通常に半分的には妥当ですよね。妥当ですよね。はい、まあ、確かに、これなら、はい、ここでボールにエースが落ちて、なるほど、まあ、順当ですね。そうですね、ノリさんがポットカードというところですね。はい、まあ、確かにボタンからそこそこ打つけど、数円を売るにはいけないんだなと。金には勝ってないように話すかみたいな。ノリさんがそうだ、勝負だったんですね。なるほど。さあ、ここで、はい、ハンド2番です。さっきのハンドはノリさんのオールインが受けるつもりだったと思うんですけど。ああ、なるほど、なるほど。そうですね、1対1になっちゃった。はい、さあ、ここでここは岡本さんがレイズで、ミドルポジションからレイズで、はい、レイズも全員降りますね。で、ここで新幹線芸人が、はい、悩んでますが、はい、まあ、相当酔っ払ってますからね。ああ、なるほど。ちょっとそう分け、この画面からはちょっと見取れないですけれども、はい、さあ、ここでこれ行って、はい、岡本さんがボトカークと。はい、はい、で、ブラインドはもう、この時点に上がって2000、4000、アンティー500、3ハンド目。はい、うん、さあ、ここで、で、さキングチャックで減らされた、JPB さんがオールインしております。で、それに対してソックで、新幹線芸人 S さんが、さらにオールインしております。はい、そうですね。で、エースでできたのは AS4、JPB さん、AS4、新幹線芸人 S、エースキング。エースキングですね。で、もターンで、ね、キングはオープン。そうですね、オープンエンドになるんですけど、ターン2番と2ペアになり、オープンでガットショットですかね。あ、ガットですか。はい、ガットですね。4、5、6。あ、これ、あ、違う、これと違う。なるほど。あ、嘘です。すいません。なるほど。で、JP
BB さん、シート、シートオープン8位、ね、9位ですかね、9位です、はい。さあ、ここでハンドの4番、ここで、コムさん、座談で悩んでますね。あ、なるほど。コムさんもショートですからね。そうですね。で、座談ってことで、まあ、次、ブラインド、ビッグブラインドと変えてしまうんで、うん、まあ、確かにそうなんですけど、このショートの状況で後ろにたくさんいる状態で降りてなかなか勇気がところかなと個人的には思うんですけど、どうですかね。まあ、そうは言っても、ここまで来たらアンケートも削られてると思うんで、ね、やっぱりここで入れるか、まあ、次で入れるか、まあ、っていうのはあるのかな、ここで入れるっていう状況です、はい。さあ、ここで座談で、コンさんがオールイン、はい。で、ですね、カットオフまでフォールドでボタンの新幹線芸人が、はい、ここでまあハードを見てるのか見てないのかあれですが、相手のスタックを数えました。まあ、これでオールインですね。さらにオールインかぶせてフォールドでボタンに行ってここで、はい、ですね。ですです。で、新幹線芸人さんが S4、まあ、ほぼこれは直行になるパターンですね。そうですね。 S ラウンドはほとんど入らないですよ、4だと、うん、やはり今回も直行ですね。そうですね、はい、直行になりました。さあ、ここでそうですね。で、次のハンド、5ハンド目ですね。で、ここでも3600円安定ですね。はい、形ですね。で、ここでノリーさんが、まあ、オールイン、リスさんが、そうですね、ハイジャックから、はい、ここはまあ誰もない。そうですね、結局さっきチョップになっちゃったんで、コンドさん、ほとんどあのチップが増えてない、まあ、少しチョップしちゃったんで、はいはい、っていうところなので、なかなか降りるのも辛いなっていう。そうですね、降りるのも辛い状況ではあります。で、しかも6000出してるんですよね、これ、はい、厳しいですね、これは。おそらくさっきのチョップで2万ちょい、はい、ぐらいだったと思うので、うん、そうすると 4BB から 3.5BB から 4BB しかない、うん、で 1BB 出ちゃってるんで、これはそうですね、2班で持ってもいいかなと思うんですよね。で、コンさんがフォルト、まあ、バブルでもないんで、はい、もうこのチップ量じゃバイダブルアップしないとやっぱり、うん、今回は5位、一応5位が優勝ってことなので、はい、なかなか難しいかなと思います。そうですね、はい。さあ、ですね、ここはちょっと表記間違えてないですか、正確には、まあ、次のハンドなんですけど、はい、画面上には5となってます、はい、次のハンドです、はい、5の2としましょう。で、マイムさんが、パトンからこれですね、はい。さあ、もうこの状況になってくると結構みんなもう白の1本とか2万ぐらいのあれですよね、はい、3から5BB ぐらいだね。だいたい白が1本くらい見えると2万点ないくらいなんですかね。さあ、ダイレさんの俺に対して岡村さんがこれはコールですかね。まだしてないか、まだ悩んでますね。2万点くらいのオールインで、もう既に6000点出してコールに多分1万4000とか、なるほど、そういう状況だと思うので、で、デキハンド、マイムさん、AS8、岡野さん、岡野さんが金属ですね、はい、まあ、受けてもいいかな、コールド。さあ、ここで、さあ、何が、はい、ここで赤違うして、まあ、逃げ切りですね、はい。で、まあ、マイムさんが少し回復して、そうですね、まあ、やっぱり平日夜の開催ってなると、はい、ファイナルテープがやっぱり
こうなっちゃう、まあ、こうなりますよね、アクションのほとんど、まあ、入れるか、ね、厳しいところがね、はい、はい、さあ、次のバンドがハンドメイトあれですね。ここは新幹線芸人が新幹線芸人が曲の扱い方が雑ですね。余裕になるでしょ、仕方ないですね、それはもう、はい、で、ここはスコパスチールで終わります。はい、そして、7ハンド目、はい、SB がチグチグさんで、BB がカズマさんですね、はい、ここでフォールド、フォールドと、はい、ウチャンまでフォールドで、で、ほとんどないのかな。そうですよね、そうですね、ウチャンオールインさん、オールインですね。オーディンに対してさあ、さあチグキーさんが降りて、でこれ BB あるかな、ね、このスタックはもうスタック的にそうですよね、ほとんどオールディンですね、はい、さあそしてポンちゃん89、カズマ29、まあ2班なんて仕方ないですけど、でもドミガチしてるポンちゃんで、何番でしたかここで、ここは直前のモーズペアクイーン、どうだっけ、何も入らず、はい、で、はい、さあ次のハンド、はい、パチハンド、ここで、そうですね、ザガンの進化的に降りて、マリソンも降りると、ポンチャーが再びここでプッシュ、はい、この策は1万ちょいかな、まあ、ね、そうですね、各チョップだったんで、はい、さあここで河野さんもプッシュですね。さあ中級まで降りて、河野さんも降りて、多分ほとんど BB ちょい乗せくらいのバックしかないですよね、だからそうですね、でまあノリさん比較的ノリさん悩んでますよね、スウェイのここでフォールですね。で、スリーウェイですね。ですね、はい、はい。で、ここで、ポンちゃんさんがジャック4。河野さんが、1.1 で、ノリさんが9.7。ノリさん9.7でスリーウェイの方に最後コールなの、なかなか、まあ、スタッフ的に、まあ、スタッフ的ですよね。余裕があった部分もあります。そんなに勝ってたんですね。はい。お互いエース、エニーと。まあ、それはないですね。ほぼ、そうですね。ポンちゃんさんは、はい、まあ、エニハンで入れていて、まあ、河野さんは、まあ、ペアか、まあ、エース、はい、まあ、ミドルからがあるかなっていう、まあ、で河野さんがコード2ペアでコートバックとかと、ポンちゃんが8位で終了です、はい、で、ここから7位ですね、はい、バグバグですね、バグバグですね、はい、9ハンド目に岡村さんが終え、はい、ここまでの展開で、うん、チンキーさんになかなか出番が、はい、ボットライトが当たらないっていうのが、ね、チンキーさんは結構ここでね、しのんでいるのは、やはりここがその権利のダブルラインだというところを加味すると、はい、なんか他にね、そうですね、止めたい奴らっていうのを処理してから、はい、まあ、比較的ファイナーテーブルで入った時にチンキーさんと思っていたので、はい、そうですね、まあ、自分がいたんですけど、どんどん周りの人が応援するっていう状況からすると、はい、ここは非常に適したい、で、10ハンド目、もう5000、1万、まあ、2000ですか、2000だったと思います、はい、で、神野さんがここに、はい、さあ、ヨット組の肩が炸裂するか、はい、で、BB は参りますか、はい、そうですね、これはね、まだ他が見てたんですけど、はい、マイブさん、ここね、エースウンタなんですよ、ああ、なるほど、確かに、はい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 、エースウンタラで、まあ、スナップコールできない、まあ、でき、まあ、フェイスアウトではない、なるほど、っていう、エースラブってことですか、そうそうそう、そうですね、どうですかね、この状況のことは、まあ、降りてて、
権利、まあ、権利獲得の第一目的だったら、はい、かつ、降りて、はい、そのまま通過できるのであったら別に受ける必要はないですよね。そうですね。まあ、やっぱりチップリーダーに近い資格に対して、いけるかっていうところはやっぱりちょっとそうですね。はい、さあ、11ハンド目です。はい、さあ、ここで、はい、ノリさんが、はい、カットオフからもらいますね。パッと見4BB です。これ1本 10枚かな。さあここで BB はコードさんですね。本当になんか難しい判断を迫られる、はい、そうですね。ここはどうする。ここは結構チーム戦の相談のね、あギャンが後ろにですね、マシューさんと、はいはい、ギャン川さんがいてですね、マシューさんですね、マシューさんです、はい、マシューさん、マシューさん、はい、わかりました。これ結構ね、同一人物と間違いないですけど、マシューさんです。さあ、こういう方が相談してもらって、あのチーム戦やっぱりね、ちょっと、はい、チームメンバー同士で話をするので、はい、あの時間を、持ち時間をやっぱちょっと作った方がいいかな。なるほど、まあ、それは次回は改善事項、はい、改善事項ですね。じゃあとりあえずここで、はい、前半戦終了、終了とかです、はい、残り7人っていうことですね。はい、はい、じゃあここでなんかちょっと再び一発入れときますか。歌うんですか。入れときますか。はあ、ちなみに初めて買ったシングルは何ですか。初めて買ったシングル、はい、多分、はい、あ、どっちだったっけな、ね、2つマモーどっちかあって、相川七瀬か、はい、あTM レボリューションか、TM レボリューション、どっちかや。